くり飛行機チャンネル。あ、すごく嫌なものを見ちゃったんだぜ。嫌なものって？さっきラーメンを食べに行ったんだけど、大将が新人を怒鳴りつけていたんだ。え、どうして？ピッチャーの水が減っていたのに、取り替えなかったことに腹を立てたらしい。そんなことで？って思うけど大将の美学として許せなかったのかしらね。その様子を見てから気分が悪くて、ラーメンの味がしなくなっていったんだぜ。それは災難だったね。大将の後輩を育てようという気持ちもわかるんだけどな、難しいところだぜ。でもお互いを尊重し合えるような職場であることが、最も望ましいとは思うけどね。それは間違いないな。そうだ、今回は後輩に厳しい指導を行ったことが一因となった出来事を紹介しよう。というわけで今回リメイクするのは、エアブルー202便墜落事故についてだぜ。エアブルーって、どんな航空会社だっけ？エアブルーはパキスタンの格安航空会社で、主に国内線及び近距離国際線を運行。同社が保有する機材の多くがエアバス機で、過去には A340 の運航実績もあるのよ。へぇ、A340 を運航していた実績があるのは少し意外だね。ブルーを基調としたシンプルな塗装が、なかなかに素敵な航空会社だよな。今回事故を起こしてしまったのは、そんなエアブルー202便。前置きはほどほどにして、動画前半では経過の確認から始めていこう。お願いします。事故が起こったのは、2010年7月28日のこと。エアブルー202便はパキスタン、カラチのジンナー国際空港から、同じくイスラマバードにあるベナジル、ブット国際空港までの定期便だった。このフライトはパキスタン国内線で、使用機材は A321 だった。当時61歳の機長と、34歳の副操縦士が202便の操縦を担当。機長の総飛行時間は2万5000時間以上に達し、豊富な経験を持つパイロットだった。2万5000時間、かなりの飛行経験を有していたのね。一方副操縦士の総飛行時間は、1800時間程度だった。経験豊富な機長と経験の浅い副操縦士、この組み合わせは。202便は現地時間午前7時41分、出発地のジンナー国際空港を離陸。目的地までは2時間程度の飛行が見込まれ、朝食を取りながら巡航高度まで上昇。だがこの時のコックピットの雰囲気は、副操縦士にとって最悪なものだっただろう。どういう意味？というのも上昇中、機長はきつい口調で指導を行っていたんだ。具体的に言えば厳しい口調で、会社の規則などについてテストをしたのだという。機長の指導はなんと、1時間半に及んだそうだ。約2時間のフライトのうち、1時間半もの間そんなやり取りをしていたのね。彼は何も悪いことをしていないのに、なぜそんなにきつく当たったんだろう。機長の機嫌が悪かったのか、副操縦士を育てようという善意からなのかはわからない。だが少なくとも副操縦士は機長に萎縮し、やり取りの後はずっと黙っていたそうだ。この状況は不安しか感じないわね。そんなこんなで出発から約1時間半が経った頃、目的地のエイティスを受信した。エイティスといえば、空港の天候や使用滑走路など様々な情報を教えてくれる音声配信のことね。エイティスによると、使用中の滑走路はランウェイ12であることが分かった。さらに空港の天候は雨かつ強風、運転が低く指定も低下していた。天気はあまり良くないようだけど、着陸できないほど悪いわけでもなさそうだ。だが悪いことに使用中のランウェイ12に着陸するには、視認侵入の一つであるサークリングアプローチを行う必要があったんだ。今までの動画でも取り上げたけど、悪天候下でのサークリングアプローチは、使用中の滑走路には、ILS がなかったの。逆方向の滑走路は誘導電波を利用する ILS が設置されていたものの、今回着陸する方角の20キロ先には山があったため ILS が設置されていなかったんだ。山が多い地域だと、どうしても ILS を設置できなかったりするのよね。このことを把握してから2分後、機長と副操縦士は着陸経路について話し合った。機長は天候に対して、強い不安を抱いている様子だったという。停止階の視認侵入、強いプレッシャーを感じていた可能性があるね。そこで彼はご覧のように、滑走路を回り込む形で経由地点を登録。経由地点に沿って飛行するナビゲーションモードを使用することで、悪天候下でも安定して滑走路にアプローチできるように準備を行った。ナビゲーションモードで飛行すれば、この飛行経路を正確にトレースできるはずね。機長の意図はこのように空港から5キロから10キロの距離を保ちながら、右ダウンウィンドを飛行したいといったものだった。というのも彼は、左ダウンウィンドの運転が低いことを気にしていたためだ。右ダウンウィンドを飛行する方が、天候の影響が小さいと考えたんだね。管制官から侵入に関する指示があり、ILS の電波を補足して侵入。途中で離脱して上昇経路を飛行し、ランウェイ12に着陸せよとの指示が与えられた。
そこで副操縦士は右ダウンウィンドの飛行を要求したが、右ダウンウィンドは運程が低いため承認できないとの返事があった。そこで機長は右ダウンウィンドがダメなのは分かった。ILS で下限まで降下して左ダウンウィンドならいいんだなと発言した。管制官にダメだと言われたのなら仕方ないわね。202便は25分かけて順調に降下、高度3700フィートで ILS の電波を捕捉した。そして管制官に対して、再び右ダウンウィンドの飛行を要求。だがやはり左ダウンウィンドを飛行するように指示があった。機長は右ダウンウィンドからの着陸にかなりこだわっている様子だね。さらに高度2000フィートまで降下しようと試みたが、これを副操縦士が忠告した。何を忠告したの？というのもサークリングアプローチする際の最小降下高度は2500フィートだった。機長が降下しようとした高度はそれを下回っているね。空港を視認できない状況でそれ以下の高度まで降下するのはいけないわね。202便は高度2500フィートで一旦水平飛行。この頃に洗着機が悪天候下での着陸に成功した旨の更新が聞こえてきた。これも乗員たちのプレッシャーを強める要因になったのかも。イスラマバード VORDME 直上を通過したのと同時に、202便は右旋回を開始。機長はヘディングセレクターノブを回して、左ダウンウィンドに侵入した。だが高度は最小降下高度の2500フィートを、200フィート下回って飛行していた。202便は滑走路を視認できていたのかな？おそらくできていなかった可能性が高いだろう。機長は副操縦士に対して、事前に準備していたフライトプランを呼び出すよう指示した。さらに管制官からは天候が良くなるまで旋回待機してはどうかと提案があったが、機長はあいつには言いたいように言わせておけばいい、と発言した。ちょっと、大丈夫なのかしら？しばらくして機長は滑走路と平行に飛行するため、ノブを回して進路300度を選択。そして事前に登録したポイントを飛行するため、ナビゲーションモードに切り替えた。さっきの図で言うと、PDD11 地点に向けて進路を取り始めたということね。だが202便には、着々と危険が迫りつつあった。管制官は202便が、飛行禁止区域に侵入しようとしているのに気がついた。そのため彼は202便に対してそのことを伝え、すぐに左旋回するように指示、ちょうどその頃202便のコックピットでも GPWS が作動し前方に危険ありと警告していた。GPWS の警報に対しては、速やかに対処する必要があるわね。副操縦士は地面が近づいています。すぐに左旋回しましょう、と告げた。続けて管制官から空港が視認できているかを尋ねる更新が入り、副操縦士は機長に対して何と答えましょうか、と質問。結局202便は見えている、と答え、さらには現在左旋回中、とも返事した。実際は空港が見えていないのに、見えていると返答したのか。かなり心配になってきたわね。機長はヘディングセレクターノブを回して左旋回するよう調整したが、機体が左旋回する様子はなく、引き続き PDD11 地点に進路を取っていた。ノブを回すことで、飛行進路を指示することができるはずだけど、なぜ左旋回に移ることができなかったんだろう。機長は旋回していないことに気づいて、再びノブを回して左旋回を試みた。だがやはり機体は旋回せず、GPWS は危険あり、引き上げろ、とより強い警報を発した。そして機長はようやく左旋回しない原因に気がついた。その原因は何だったの？機長はヘディングセレクターノブを引いて、ナビゲーションモードから飛行進路指示モードに切り替えるのを忘れていたんだ。ああ、確かヤバスは制御モードを切り替えるときはノブを引くんだったわね。このことに気づいた機長がノブを引いたところ、突然右旋回を開始した。左旋回するためにノブを回していたはずなのに。GPWS も続けて警報音を発しており、コックピットは混乱に襲われた。副操縦士は機長に左旋回、引き上げて、機長引き上げて、と叫んだ。機長はエンジン推力を増してサイドスティックを引き、上昇を試みた。そして機長は上昇中にサイドスティックを左に操作、結果左バンク角は52度に達した。かなり大きな左への傾きだね。さらにこの時機長は混乱のあまりか、機種下げ操作も同時に行ってしまった。降下の途中も彼はノブを回しながら、なぜ左に曲がらないんだ、と叫んだ。この時コックピットでは、GPWS の警報と副操縦士の忠告が入り乱れていたそうだ。機長は完全に混乱している様子ね、姿勢を立て直せる様子には見えないわ。彼は急降下から立て直すことができず、202便は空港から17キロ離れた山に激突。その時の降下率は、なんと毎分3000フィートに及んだ。かなり激しく激突してしまったみたいだ。機体の損傷は極めてひどく生存者の見込みは絶望的で、最終的に乗員乗客の搭乗者全員が犠牲になったことが確認された。今回の事故に関しては機長の無理な操縦が原因と言わざるを得ないわね。そうだね。
なぜ彼が無理な着陸を続けたのか、分析が必要だね。エアブルー202便は悪天候の中、サークリングアプローチを試みていた。その途中突然 GPWS が作動、このまま行くと地面に衝突することを警告した。機長は慌てて自動操縦を調整したが、意図した通り飛行することができなかった。結局混乱に襲われた末に操作を誤り急降下、多くの犠牲者が出た今回の事故。202便はなぜこのような事故を起こしたのか、動画後半でその理由を確認しよう。お願いします。それでは機長の操縦などに、どのような問題があったのかを順番に説明するぜ。巡航中からいくつかの不安要素があったけど、事故のきっかけは悪天候の中でサークリングアプローチを試みたことね。そう、通常サークリングアプローチは滑走路を視認しながら行うのが一般的だ。だが当時は運程が低く、サークリングアプローチに適した天候ではなかった。彼らはサークリングアプローチ以外を選択することができなかったのかな。目的地の空港は、優先滑走路ランウェイ30として運用されていた。こちら側の滑走路なら、誘導電波を利用する ILS が設置されているからだ。でも202便が着陸を試みたランウェイ12には ILS がなかったのよね。当時ランウェイ12には標準到着経路や進入方式の設定が一切されていなかった。現在でこそ RNP アプローチという方法を選択することができるが当時はなく、ランウェイ12への着陸を試みるには逆側から進入してサークリングアプローチするしかなかった。つまりそれ以外の方法はなかったということか。だが実際にサークリングアプローチを試みていた時、滑走路は見えていなかった。このことは空港が見えますかとの問いかけに、なんて答えましょうと質問したことから明らかだね。見えていたら、見えていると答えられるはずだもんね。さらに管制官が天候の回復を待って侵入してはどうかと提案した時も、あいつには言いたいことを言わせておけ、と発言して聞く耳を持たなかった。滑走路が見えない状態でサークリングアプローチすることへの危機感が、著しく欠如していたと言わざるを得ないわね。だが降下中の様子から、機長が天候に関して懸念を抱いていたのは事実だった。しきりに右ダウンウィングからの侵入を要求するなど、機長が全く天候を気にしていなかったというわけではなかったね。そこで彼は事前にいくつかの経由地点を登録、ナビゲーションモードで侵入しようと試みた。だがこれ自体がサークリングアプローチの手順として、不適切なものだった。本来の正しい手順って、どんなだったの？それを説明するとかなり長くなるので大幅に省略するが、この図の通り旋回開始のタイミングなどが細かく決められているんだ。確かにこの通りに飛行していたら、大幅に侵入経路を逸れることはないはずね。だが乗員たちは任意の経由地点を作成し、それに沿って飛行しようと試みた。その結果、ご覧のように適切なルートを大回りするような形で経路が登録された。彼らは標準化された手順を大幅に逸脱してしまったということか。さらに経由地点の一つである PBD11 地点の目の前には、事故現場の山地があった。つまり誘導電波を逸れた後にナビゲーションモードを作動させたとき、自動操縦によって山地にめがけて飛行してしまったということね。そして202便は空港が見えていないのに、最低降下高度を割り込んで飛行。しかも飛行禁止区域に近づいていたため、管制官が注意を促した。ちょうど GPWS が地表への接近を警告し始めた頃だね。そこで機長は、ヘディングセレクターノブを回して左旋回を試みた。でもノブを引いて、制御モードを切り替えるのを忘れてしまっていたんだよね。左旋回するにはナビゲーションモードから、飛行進路指示モードに切り替える必要があったわね。だが機長がノブを引くのを忘れていたため、続けて PBD11 地点に向けて飛行していた。やがて機長はこのことに気づき、ノブを引いたが意図に反して右旋回を開始した。これがわからないね。なぜ右旋回したんだろう？なんと驚くべきことに、機長はノブを回しすぎていたんだ。あれ、これと同じようなことが起こった事故を以前に紹介したわね。ああ、大国際航空311便墜落事故のことだろう。ヘディングセレクターノブを回しすぎて進路の設定を誤り、様々なタスクを抱える機長の意図に反する方角に飛行した事故だね。そう、今回もそれと同じことが起こっていたんだ。機長が左旋回しないことに動揺してノブを回しすぎた結果、進路は086度を示していた。つまり間違いに気づいてナビゲーションモードから飛行進路指示モードに切り替えたとき、方位086度に向けて右旋回を始めるはずね。そう、それが意図しない右旋回を始めた理由だ。あまりにも単純な間違いに見えるけど、混乱している状況なら十分あり得るミスだ。動揺した機長は自動操縦から手動操縦に移ったが、その後の操縦にもミスがあった。急激な左旋回とともに、サイドスティックを前に倒してしまったんだよね。サイドスティックを前に倒すともちろん機首は下がり、降下してしまうはずよ。
この頃機長は空間識失調に陥っており、上昇しているのか降下しているのかを正しく把握できていなかった可能性がある。視界不良で外部情報が遮断されて姿勢の認識ができず、加えて姿勢指示器や高度計をチェックしていなかったかもしれないわね。降下していることにすぐ気づけていれば、体勢を立て直せたのかな。急降下開始から事故が起こるまでの猶予は、たった7秒程度しかなかった。降下を認識してから上昇操作をするまでの時間を考えると、地上への衝突を回避するための余裕はほぼ残されていなかっただろう。202便が滑走路を見失い山地に迷い込んだ時点で、事故を回避するのは難しかったかもね。というわけでこれが、事故が起こった操縦上の問題だ。操縦上の問題？これ以外に何か問題があったというの？ああ、この事故が起こるにはもう一つ重要な要因があるんだぜ。なんだろう？それは乗員間のコミュニケーションがうまく取れていなかったという、心理的な要因だ。そういえば上昇中に機長は副操縦士に対して厳しい指導をしていたんだっけ？そう、そのため副操縦士は機長に対して萎縮。多くの危険が迫っている中、機長に対してほぼ何も意見することができなかった。まず機長がナビゲーションモードを使用した侵入を試みると言った時、それは正規の手順ではないのでやめておこうと忠告することができなかった。そして侵入中に管制官の問いかけに対してどのように答えましょう、と機長に質問した。このことから副操縦士は機長の顔色を伺い、気を使ってこう尋ねた可能性がある。見えてないなら見えていないと、事実を答えるべきだったということね。そして GPWS が作動した時も、上昇してください、という助言にとどまった。もしここで彼が操縦を交代していれば、結果は変わったかもしれないね。これらのことから副操縦士は、終始受動的な態度であったことが指摘されている。よって乗員間の雰囲気を悪くし、副操縦士を著しく萎縮させた機長。そして危険を感じながらも、機長に何ら意見できなかった副操縦士。両者のクルーリソースマネジメントが不適切だったことも、事故の大きな要因である点も見逃せない。まあ結果から言えばそうかもしれないけど。とまあこれが建前だが、本音は私も副操縦士が萎縮する気持ちがよくわかる。しかし関係のない乗客からしたら、そんなこと知ったこっちゃない事情だと思うぜ。確かに、萎縮してないでしっかりしてほしいと感じるのは当然だ。乗員側と乗客側、どちらの気持ちもよくわかるから誰が悪いと責めるつもりはないぜ。ただ願わくば乗員間でのコミュニケーションが適切に図られ、互いに意見しやすい環境を整えていくことが重要になるのではないかとは思うがな。まあ、このあたりは難しい問題よね。マリサの言う通りどっちの気持ちもわかるから。少し話が逸れたが他の心理的な要因として、先着機が着陸を成功させたこと。21階にも及ぶ GPWS の警報や滑走路が見えないという心理的負担から、一見極めて単純にも見える誤操作に繋がってしまったと考えられる。単純にも見える操縦ミスの裏には、いくつかの要因が隠されていたんだね。またこれは報告書に記載されている内容ではないが、機長には持病があったのだという。にもかかわらず会社側は機長の健康診断をパスさせていたことから、彼がパイロットとして乗務する資格があったのかどうかという点で議論があるそうだ。さらに報告書はたった38ページから構成されていること。操縦ミスに関して報告書で指摘のない疑問が残る点も多いことから、航空に対する安全性に地域間格差があることも垣間見える結果となったんだ。特定の地域をバカにするつもりはないけど、確かにこのシリーズでよく出てくる地域や国には偏りがある気がするわ。とても難しいことだけど、安全に対する意識の水準をより高めていく必要があるね。そうだな、それが今後の長期的な課題になっていくだろう。今回の事故を受けて、サークリングアプローチ手順の最終値やクルーリソースマネジメント訓練の強化、ランウェイ1-2の計器着陸方式の検討や、新イスラマバード国際航空の完成を急ぐことが勧告された。ということで、これがエアブルー202便墜落事故の概要だ。飛行機の操縦に限ったことではないけど、意見の言いやすい環境づくりの大切さがよくわかる事例だったわね。本当だね。同僚や後輩を萎縮させることは、百害あって一利なしなのかもしれないね。それじゃあ、ちょっとゆっくり空港紹介のコーナー。今回紹介するのは秋田空港よ。あれ、秋田空港の紹介ってまだだっけか。私の記憶によるとまだだと思うわ。紹介済みの空港も増えてきたもんね。秋田空港には2500メートル級の滑走路が1本あり、日本航空と全日空により羽田便、新千歳便、伊丹便、セントレア便が運航。一時は大韓航空によるソウル便もあったみたいなんだけど、現在は運休中みたい。ああ、そういえば大韓機が誤って誘導路に着陸した出来事を紹介したな。これは私も知らなかったんだけど、秋田空港には新旧があって今のは新しい方なんだって。割と近いところにあるんだね。どうしてまた移転することにしたの？
その立地上から冬には強い横風を受けやすいこと、旧空港ではジェット機に対応できなかったことから1981年に新秋田空港ができたわ。さて、それでは最後に秋田空港のポイント名を2つ紹介して終えることにするわ。今回はどんなポイント名を紹介してくれるんだ。それではこの画像、太字の部分をよく見てちょうだい。キリ、タンポ。ああ。これはキリタンポだね。その通り、秋田空港にもきっちりご当地ポイント名があったわ。キリタンポと聞くと、なぜか気持ちがざわざわしてくるんだよ。不思議だね。秋田空港のは他にもいくつかご当地ポイント名があるみたいだから、気になる方はチャートなどを見て調べてみてほしいわ。それじゃあ今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機雲、明日は曇りのち晴れ、夕